こんにちは、奈良女子大学の山岡です。佐藤です。奈良女子大学は日本で2つしかない国立の女子大の一つです。今回は奈良女が力を入れている理系学部の学びについてご紹介します。まずご紹介するのは理学部です。自然科学を様々な視点から考える理学部より数学の先生にお話を聞いてみましょう。先生の専門について教えてください。私は確率論の研究をしています。コインを投げると表が出たり裏が出たりしますが、これを何回も繰り返すとそこには確率的な法則が現れます。この法則を使ってさまざまな現象を説明したり、利益を大きくする戦略を考えたりします。例えば神経衰弱というゲームを2人でするとき、じゃんけんに勝ったら先行を取りますか、後攻を取りますか、そんなことも研究の対象にしています。数学を学ぶ魅力を教えてください。今よく言われるデータサイエンスや機械学習を学ぶためには、線形代数学や微分積分学といった大学で学ぶ数学が非常に重要です。皆さんが生きていく20年後、50年後にはきっともっと新しい進んだ技術が生まれると思います。そういう時に数学を使って自分で考えて新しいアイデアを見つけていくというのは非常に重要になると考えます。2022年からは女子大では初となる工学部が設立されます。女子大に工学部を設置する狙いを教えてください。はい、工学系では女性の数が圧倒的に不足しています。そのため現在の工学では男性が中心のものづくりとなってしまっています。工学で活躍できる女性が増えることで、多様な視点を取り入れたものづくりが可能となり、より幸福な社会の実現につながると期待しています。先生の研究について教えてください。物に触れた感覚、触覚を記録して再生する技術の研究を行っています。従来の技術では振動だけを扱うものが中心となっていますが、私の研究では温度も伝えることを行っています。これによってぬくもりが伝わる遠隔コミュニケーションや触れるオンラインショッピングへの応用が期待できます。続いて生活環境学部より論理プログラミングが専門の新出先生に研究についてお聞きしました。私たちの情報与環境学科では、情報という技術に関わるいろいろな課題について学びます。ライフコンピューティングというキーワードがあるんですけれども、私たちの生活に深く関わるようになってきたコンピューター、インターネットといった技術が私たちの生活をどのようにサポートし、どのように良くしていくことができるかといったことを考えていく、そういった分野になってきます。先生の研究について教えてください。私の専門分野は数理論理学という分野の一分野の論理プログラミングというものなんですけれども、これはコンピューターに私たちの普段行っている推論、つまり考えるという能力を模倣させるという、そういう分野です。でそれを使って、例えばロボットが私たちと同じように周囲の状況を認識して、そして自分の目標を立て、その達成する方法を考えて、そして実行するといった能力を持つ、そういったロボットを実現するための研究を私たちは行っています。こちらの分野は2022年度に新設される文化情報学科で学べます。 IT 技術と持続可能な社会の実現に取り組む、まさに今必要とされている分野ですね。最後に奈良女性から見た大学の魅力についてです。勉強に打ち込めるのどかな環境に惹かれました。オープンキャンパスの時に先生方のお話とか、あとこの奈良という土地からそういう印象を得て、実際に4年間通ってみてその通りだったなと感じています。工学部ができることによって、今までになかった新しい視点で、より生活に即した工学的なものが作れるようになるんじゃないかなというふうに思っているので、これから工学女子が増えていったらいいなというふうに思います。いかがでしたか？奈良女子大学は奈良の中心にあり、歴史を感じられる落ち着いたキャンパスで、社会を見据え時代をリードする女性を育成する学びが充実しています。奈良女子大学で自分らしく学びませんか？次回の東進 TV もお楽しみに。